ます。長谷川博之です。今日はハスバン TV の、第3回ロケの茨城県土浦、今日は2日目の朝になりました。今日もですね、いろいろな茨城の観光地を巡っていきたいと思います。それではまた後ほどお会いしましょう。お、来ましたね。2番乗りまあまあさんでした。今日もロケ頑張りましょう。お願いします。10時チェックインなんでね。チェックアウト、あ、チェックアウト。お、第3人目はダイマン選手です。ダイマン選手じゃないか、ダイマンさん。今日もロケ頑張りましょう。3人目、専属カメラマンのママさん。よろしくお願いします。ただエビフライやるか。エビフライは勉強ないんだ。できたら。ようこそ、牛久大仏へ。やったっすわ。総重量が4000トン。あー、左手の床。牛久の大仏は大きいですね。ところで、マーマンさんいないんですよね、また。あっちから。牛久の大仏撮るか。あ、よしよし。がありますね。ではこれからね、この大仏さんの中に入ってレポートしていきたいと思います。今ね、大仏さんの入内の中に入ってまいりました。入るとすぐにですね、こういった大仏さんのいろいろな色のお着物がお出迎えになりましたね。で、中央にはですね、阿弥陀様にお手を触れないようお願いいたします。神々しい阿弥陀様がいらっしゃいます。こういったね感じになっております。ではどんどん中へ、進んでまいりたいと思います。こういった不思議な空間となっております。2階に行きました。すげえな。そうですね、大仏さんの写真がずらりと並んでおります。だいぶ引いてきたから。これ見てください、高さ 100m の大掃除という。これは怖いですね。こんなでかいですね。
作られていく過程など写真に載っております。今ですね、大仏様の4階のところにいるんですけれども、このお胸のあたり、そうですね、実際その場所に来るとすごい高い、こんな感じです。茨城ソフトアイスクリームいただきます。よし